とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日も古代狩りやっていきたいと思います。素材集めをして、なんとかレベルを77まで引き戻しましたけども、今日でまたね、40ぐらいまで下がるんじゃないかな。はい。とりあえず、先日と同じく、勇者の鎧、ミステリーアーマー系、そしてショート棒系ですね。その2種類を集めていきたいと思います。今日はいいのが出るんでしょうか。それでは周回終わりました。3時間ぐらいかな。10周ちょっと行ったと思います。では、見てみます。結構出た。良くないのは、もうすでに売ってあります。良くないって言うと、爆発のクロスボウとか、そういうのはもうすでに売っております。見ていきましょう。勇者。クールダウン、ポーションバリアない。あ、ちなみに欲しいのは、クールダウン、ポーションバリア。で、あと2つに、タンブルビー、デスバーター、帯電だったら、帯電と雷フォーカスが一緒に入ってるやつ。あとはサプライズギフト。それ、感じかな？まあまあ、とりあえずそんな感じですよ。まずはクールダウンとポーションバリアがないと話にならない。ダメです。ショート棒、これ何もついてない。ショート棒もクールダウンショット、ロールチャージ、アーティファクトチャージ、それが必要です。こっちもなし。バーストボーストリングのみか。ダメですね。こっちの勇者、ないね。ついておりません。ロールチャージのみ。あ、まあ、ロールチャージと、マルチショットもまあいいかな。あ、ロールチャージ、マルチショット。さっきと同じだ。で、これ、ショックウェーブ。これ敵のね、動きを遅くするみたいで、結構いいらしいんだよね。なので今度からこれも、候補に入れていきます。25% 無敵？いや、まずついてないんだ。あれが、おっと！ポーションバリア発見。クールダウンじゃない？惜しいね。ダメです。まだまだあるよ。まだまだあるよ。ダメ。クールダウンも、ポーションバリアもなし。クールダウンだけ。両方つくって本当に稀なんだよね。ロールチャージのみ。クールダウン、ポーションバリアなし。本当につかないな。アーティファクトチャージ。あ、マルチショット2か。できれば3欲しいよね。クールダウンのみ。イカスミ霊体か。こっちはポーションバリア。あ、でもなんかさ、いつもより出る気がするな。ポーションバリアと、クールダウン。これが入ってるの。あ、アーティファクトシナジーも後方に入れます。あれも強い。ダメ。ついてねえなー。こっちは同じく、クールダウン、ポーションバリアなし。あれ、もうちょっとあったと思うけどな。とりあえず、だね。クールダウンショットとロールチャージですね。こう黄金がなんかバーストボーストリングに見えたんだけども、ちょっと違ったな。あ、下が、真ん中激怒でいいじゃん。激怒のクールダウン編成。まあかな。はいはい、いいとしましょう。おっと、こっちも。え、こっち一緒じゃん。一緒じゃん。まあ、こっちはね、ロールチャージだけど、こっちはアーティファクトチャージの激怒だわ。連鎖反応両方一緒だし。はい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 。オッケー。まあ出たね。で、こっちは、ついておりません。できればね、機械仕掛けとかパープルにそういうのがついてほしいところ。ラーバーストボーストリングダメ。あれ、まだあったと思ったけどな。とりあえずこの二つですね。ちょっと下の方に移動したっていうこともあるからね。なんかね、この、なんだろうな、整理機能みたいなのをちゃんとしてほしいな。なんか周回終わったら装備がなんか変なとこに行ってたりするので、
確かまだあったっぽいぞ。あんな少なかったっけ。あんな感じか。意外とあった。まあ、とりあえずこっちメインの方が2つ出ました。ショート棒で同じような感じですけども、まあ、クールダウン編成プラス激怒ですね。うん。40% で敵を怒り状態にすることができるので、まあ、使いやすいんではないでしょうか。はい。では、サブ、見てみましょう。それでは、サブアカの方ですね。レベル54。まあまあ、減る分、レベルも上がりやすくなるんで、これぐらいを前後するのかな今後ね。見ていきまーす。ショート棒、バースト棒ストリングのみですね。おっと、クールダウン。あー、デスバーターか。惜しいね。ポーションバリアがね、右左つけば、そこそこ良かったんだけども。アーティファクトチャージのみ。こっちはクールダウンショットのみか。来ないね。ミステリー。クールダウン。ポーションバリアなし。あー、ポーションバリアはあるけど、クールダウンなし。これ何もついておりません。おっと！来た！来たよ。いや、でも、エンチャントはさ、もう、バーストボーストリング、ロールチャージ、クールダウンショット。これ、下はいいよ。なぜ黄金が2なんだ？これ、弱体化3だったらよかったけどなぁ。2は確か、30% じゃなかった？敵の攻撃力 30% ダウン。だよね、確か。3で 40% だから。なぁ、惜しい。まあまあ、でも使える。全然いいよ。OK。いいの出た。理想型が出ました。こっちは、ポーションバリアのみ。クールダウンと、シナジー、帯電、ついてる。うん。惜しいね。幸運までついてさ。黄金に、ポーションバリアでこれは大当たりでしたけども、ダメです。こっちもついてない。黄金バーストボーストリングはいいけども、下がダメです。はいはい、まだあるよ。クールダウンショットのみ。元々のスキルにクールダウンがついてるけども、これはいらないんだよな。6% 吸収オーラは良かったよ。あ、ロールチャージ、アーティファクトチャージ。です。クールダウンショットはなし。おー、バーストボーストリングがまたついてるけども、2か。まあ、2でもよく、いいと思うけどね。あ、ポーションクールダウン、ついてる。でも、重要なポーションバリア、ついておりません、ね。愛のスペル棒、ダメ。クールダウンのみ、一緒につかないよね。一緒についてくれないよね。これもついておりません。ダメ。お、愛のスペル棒が3連続？すごいね。ダメ。はいはいはい。クールダウンショット、バーストボーストリング、ショックウェーブ。まあまあまあ、いいんじゃない？いいんじゃないですか？オッケー。激怒もついてるしね、もともとから。こっちは何もついておりません。勇者はダメ。英雄も、クールダウン、ポーションバリアはついておりません。ショート棒ダメ。バーストボーストリングとアーティファクトチャージか。クールダウンショット重要だからね、ついてません。お、クールダウンショットこっち。あー、さっきのとなんかちょっと入れ替えれば強かったけどな。もうない？もうないですかね？あー、もうないですね。はい。こっち側も2つだね。お、両方22ずつ、結構いいのは出てます。特にこのショート棒はいいと思う。バーストボーストリング、ロールチャージ、クールダウンショットの弱体化。まあ、弱体化は2なんだけどね。でもまあまあ、いいんじゃないですか。で、この愛のスペル棒もバーストボーストリングと、クールダウンショット。
ショックウェーブ。うん、いいんじゃないですかね。はい。ということで、今回、4つ、珍しく多めに出てきてくれたね。うん。まあ、できればメインの方にね、固まってて欲しかったんだけども、とりあえず、この装備はメインに移して、やっていきたいと思います。では、またやっていきますので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。